次です。なるほど。世界設定班としてはコンテンツファインダーをどう解釈していますか？なるほど。2度目に、ダンジョン攻略を挑むときに、まあ、ボスが当然復活しているというか、はい、生きているわけで、そうですね、我々は何度もイルベルトさんを殺してきたわけですがそうなりますね。まあ、このあたりを真面目に考えすぎるのは危険だと思っていて、まあ、なんていうんですかね、追体験ぐらいにしか考えていないですね。なるほど、なるほど。ゲームシステムっていうのは、まあ、今後も拡張とか改良とかされていくものなので、これを無理やり、世界観に押し込めてしまうと、まあ、ちょっとそこら辺の柔軟性が失われるので、ここに関してはあえて触れていません。はい、ありがとうございます。なるほどね。もう一個、ちょっと関連してるかなどうかなという質問なんですが、マイチョコボの呼び出しと期間について前々から気になってたんですが、私のチョコボはどこから来てどこへ帰還しているのでしょうか？このあたりもですね、はい、真面目に考えるのが危険案件でございまして例えばリアルさを追求しようとすると、うん、例えば何十個もの武器とか防具とかを抱えているヒカセンが海に入り溺れないのかとか、確かに、まあ、あるいはそのチョコボに限らずマウントってもう数十種類持っているわけで、ヒカセンの後ろにはですね、大名行列のように、そうですね、まあ、窓アーマーやら何やらガチャ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 歩いていくとかって考えてしまうと正直きついということで、これに関してはそれぞれのロールプレイの解釈として、まあマイチョコボと一緒に旅してるっていうふうに解釈をしている方もいれば、まあそうじゃない方もいるみたいな感じで、柔軟性を持って考えていただければいいんじゃないかなと思います。うん、まあそうですね、うん、あいつらはテレポしてきてるんだよ。なるほどなるほど。シュンシュンってきてる。ありがとうございます。続いて